よし、皆さん、レグッツァナイトです。今日のビデオは、ちょっと、なんとかレビューみたいな話ですけど、この NSA ガスマスクの話ですけど、このガスマスクは、ちょっと珍しいの番けど、なんとかインターネットに情報少ないとか、でもこれは、ネイビーシールとか、なんとか特別分隊、SF の、専用の昔のガスマスク、これは 40mm のフィルターけど、まあ実は海兵隊に初めての時はまだ M40 のマスクを使ってるんですけど、この 40mm はネットの NAT 用のフィルターなので、初めての時はこれをよく使ったのでよくわかりますけど、このマスクは M40 よりは、SF 使えるの意味はなんでわかるんですか？わかりますか？実はここにはこのマイクのアダプターがあります。それでコムズのマイクは無線機はまだ使います。それは M40 はそのことがなかったので、ここには水飲むのホーズとかがあるので、まだガスがあるの時はまだ読める。それは M40 でもがあったけど、このフィルターはもう悪くない。一つだけがあるんですけど、この一つにはマスクつけるの時は拳銃はいっぱいの人は右の手に使えるとサイトには邪魔しないのためです。この中には見たらそのホーズの飲むのホーズがあるとか、この中にはそのマイクのピックアップのやつもあります。その以外は確かにガスマスクのメガネのアダプターにもあるんですけど、今は持ってないので僕の悪いの目で使えるの時は超見づらいからちょっとやばいですね。それじゃあ今ちょっと着替えます。メガネからガスマスクの時は知らないの人にはいつもは袋に入れるとこんな感じのが正しいです。これで袋から取ってとガスがあればもうよく息があると、顔に使ってこれはオーバーにして、最後にはこのシートの2つはタイトしてとクリアしてください。それからもう大丈夫になると、まあよく見えないけどもっと大きい声にも使える。よく聞こえないでしょ、前より静くでも前よりよく声を出てるけど聞こえないでしょ。それでこの無線機のアダプターは超便利なやつでした。みんなは大きい声でも聞こえないからこの無線機から押すとそれから聞こえると、誰でも他には聞こえないので、とこのマスクだけじゃなくてヘルメットもやっぱり必要んじゃない。それでその時ならヘルメットにも光る。それからこれはシートにはクリップしてもうちゃんと安全になります。まあガスマスクはちょっと面倒けど、じゃあそれのね、あ、これじゃなくてこれがいいさ。それから、ちょっと見えるかな。それから、UMP40 は、サンマシンガンとは、SMG は確かにいいのことけど、これね、見ないでしょ。まだフィルターより、邪魔じゃないけど、ちょっと面倒するから必ず、レーザーがちょっと使いやすいと。いいですけど、今頑張ってないからどうしますか。まあこの特別っていうのはストックので閉めたらはこんな感じで使えるんですけど、キックがもっと大きくになるけどしょうがないですね。ガスがあるの時はそれとね、これで使えるんですけどキックはよくあるから近くのターゲットだけはよく当たります。ストックはあまり使えない。
それはもしかして取得を使ったらこの特別の技がある。これは押したら指にポイントをして、それはまあまあもしかして当たれるかもしれない。ストックなしの時はこの方で見えるぞ、ダン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 。それで普通のライフルより SMG が使いやすいと。ハンドガンでもは使います。まあガスマスクが使える時は何でもかんでもつらいから、だから使えないの方が一番いいけど、それでは息もちょっとづらいから全部はフィルターから入れる。最初に息は息と喋るは全然できない。いつもこれは入る時はこれは閉めてる。あ、ここから出るとここだけに入れる。それではここに入れたら息はできない。あ、今寒天が持ってないから、寒天は特別のフィルターに入れ、ここから取れると入れるので飲めます。今は持ってないから、ああこれなので、これ押すと飲めます。使えないの時は戻る。見つけられない。まあちょっと難しいけどな、難しいな、全然見えない、メガネなし見えないといけないな。フォルダはどこだったな、見つけないな。まあわかるけど後で直す。まあでもその感じは SMG の話とかハンドガンの話とか、それと終わるの時にフレッシュを取って、ああ、ごめんな。この一つだけは、この上の四つはちゃんと設定したらもう交換がいつもないけど、ここからだけは開けて、もう安全の時は、あ、最初忘れたのはガス、ガス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 とか、そう見えるの人は、ああガスから使える。ああ、もうクリアの時は取れるぞ。ああ、ここだったらもうちょっと前ですね。もうこれの後ろとここに入れるな。まあガスマスク使えるわ。確かに大変ですね。必要ないの方がいい。それは軍人でも、もしかして戦争にガスマスク持ってきての命令があればけど、それは左の足に入れるとか全然使えないのでさ、そのままで袋に入れるから、僕の軍服だけじゃなくてガスマスクはちゃんと真っ暗になります。あ、ちょっと高いの真っ暗ですけど、真っ暗の方が一番いいさ。それが僕の人は全然持っていけない。戦争に行くときは全部のギアはちゃんとちょっと重いから、今本物のプレートが入れるとか本物のヘルメットから、まあ悪くないですけどトレーニングしないといけないからにはよくになると、ちゃんと全部を使えると、なちゃんと使えると、まあねちょっと重いと邪魔が多いから、まあでもそれだけの話がいいけど、このガスマスクは確かに M40 よりが好きけど、今は新しいの M50 はフィルターはもうちょっと細いのやつは2つも使える。それで1つは変更すると新しい入れる。これはもしかしてフィルターはダメになれると、いっぱいの息でそれから取って新しいに入れて混ぜて、それからまたクリアして、クリアしないといけないと。まあまあ変更で大丈夫けど、最初には確かに面倒から、まあ、でもこれは確かに上々とのやつ、まあ本物の時には使えるが全然したくないけど、もし必要ならあるの方が一番いいですけど、まあこのビデオはそのままでいいと思います。僕のギアが変更したけど、まあ、マスクはやっぱりなんとか何でもかんでも興味があるでしょう。まあ、確かに何だったら一つの、まあ、内地住んでるの女性はいつも何でもかんでも写真が出たらはガスマスクを使ってる。偽物は、まあ、関係ないけど、
本物は一番使いづらいと。まあ僕が使えるとか、友達の東京の内地の東京のジョニーさん、ジョニーファクシーを使えてる名前、ニックネームはカブスですね。その人もメガネ使えてる。でも千葉の MSA のマスクが持ってるさ、もっと空軍の感じるので、そのマスクはメガネと一緒使えると。まあ面白い、確かに。でもみんなはガスマスク使えないと、ちょっと使いづらいね。でも騒ぎに使ったらちゃんと口は守るけど、そのガスマスクのアダプターが持ってないといけないですね。まあこのビデオもちゃんと長いから、その話はちゃんと日本語で出したかった。じゃあ皆さん、グッズナイト、お疲れ。また今度ね。